何気にね、野菜が少ないなっていうのは率直な印象ですけどね。茶色っぽいなっていうのはね。塩サバとパンですね。パンと魚結構合うから、なんかサンドイッチとかツナサンドってあるじゃないですか、定番で。なんかまあそれと同じような感じで、その魚とパンって結構合うんですよね。もうそっか、意外と変じゃないんだ。鮭が遡上する川の中で一番長い川って言われてる、カナダのユーコン川っていう川があるんですけど、このユーコン川に遡上する鮭は、あのすっごく体が出来上がってるんですよ。全然体つき違うんですよ。 DNA がもう違うんだ。そう、DNA が違う。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。日課で給食。朝食、ランチ、ディナーの3食の3日間の計9食を教えてください。そこから普段のこだわり、ライフスタイルを深掘りしていきたいと思います。まずはですね、翔子ちゃんの給食マップを用意しました。一体どんな特徴があるのか見てみましょう。こちらです、どうぞ。まずちょっとね、第一印象、あゆみさんから聞いてみましょうか。どうですか？意外と魚が少ないと思った。そうかな、うん、いやでも結構ありますよ。うん、あとね、たこ焼き、たこ焼き作ってるやんと思った。たこ焼きの片鱗が見えますよ、これはね。ちゃんと作ってるやんと思った。まあこれはこれでちょっと証拠流が多分あると思うんで。あとね、朝食はやっぱパンが3日間並んでんだなっていうのは分かりやすいところですよね、うん、ソーセージが意外でも、実はお魚のソーセージ。お魚、うん、ああその可能性もあるかな。あと何気にね、野菜が少ないなっていうのは率直な印象ですけどね。茶色のみなっていうのはね、ちょっと意外と結構野菜も取ってるかなと思ったんだけど、こうしてみると茶色い、ね、茶色いね。うん、は否定できない、本当に。否定できない。さあ、じゃあね、ちょっと一つずつ詳しく深掘りしていきましょうか。まずはですね、1日目の朝食から見ていきましょう。はい、出ました。これなんだ、サバコースかね。そう、塩サバとパンですね。意外と合うんですよね。あのパンと魚。結構合うから、なんかサンドイッチとかツナサンドってあるじゃないですか、定番で。なんかまあそれと同じような感じで、その魚とパンって結構合うんですよね。もうそっか、そっか、意外と変じゃないんだ。うん、そうなんです。一回も人生で試したことないけど、そう言われるとなんかね、ああ、はい、とサバの選択肢もあんのかって。そうなんですよ。あの塩サバ結構そのしょっぱいので、パンと一緒に食べるといい感じで、チーズ乗っけてるんですけど、チーズ乗せても美味しい、全然癖ないので簡単に食べれます。最近ちょっと意識してるのが、あの朝にちょっとだけ筋トレするのを意識してて、なんか私昼間めっちゃ眠くなったりとか、その体力ないんですけど、あの朝に筋トレすると目覚め良くなったりとか、そうなの？はい、あって、で、せっかく筋トレしたんだったら、その後タンパク質取った方が筋肉つきやすくなるんで、はい、夜とかはもうなんか眠くなっちゃったりとかして、遊びたいな、夜はなんか テレビ見たいなとかってなっちゃうので、はい、朝に嫌な運動を先にして、でタンパク質取ってからの会社とか行った方が、昼間眠くならなかったりとかしするので、今ちょっとその試しもしてたり。じゃあ実際効果ある？今のところは効果あります。あ、本当？あともう一個あんのが、そのサバ
を毎日食べようっていうキャンペーンを今やってて、私の中で。で、それは友達から聞いた話なんですけど、友達の好きなアイドルの人が、昔肌汚かったけど今めっちゃ綺麗っていう人がいて、その人にその肌の綺麗な秘訣を聞きたいですって聞いたら、サバを毎日ちょっとでも食べるといいよっていうアドバイスがあったらしいんですね。本当？いや、もうで、私も別にそのそれ聞いて信じてるわけじゃないんですけど、サバを毎日食べるのって私からすると全然負担じゃないくて、簡単にできそうで、サバってもう切ってあったりとか、その加工ですぐ食べられる、サバ缶とかもでもいいかなって言われたんで、なるほど、それだったら私だったら簡単にできるなと思ってやってみようと思って、なるほどなるほど、はい、肌の調子はいいです。あ、本当。はい、私そのさっきのマップとかにもあるんですけど、ジャンクフード、そのコンビニ飯とか食べるときも全然あるし、乗っけてないんですけど、チョコレートとかそういうおやつ系もすごい好きな、感触もあってね、はい、で、結構食べたりするんですけど、から結構その肌も荒れたりするときは全然あるんですけど、マスクとかで今んとこそういうのは減ってます。肌トラブル、そうだからおすすめ。うん、どうですか、あゆみさん、ここまで熱弁されてやってみたいと思います。しょうこちゃんの出てるプラネットオブフードを見るたびに肌綺麗なっていつも思ってて、うん、そうかそうか、そう思うよね。しょうこちゃん肌綺麗だから、あんまりそんな、悩むようなことないんじゃないのって。いや、もうね、こことかでマスクでシミができたりとかしてでも、ああそう、全然わかんないから。全然わかんない、画面上は少なくともわかんないよ。このズームに、この画面で多分フィルターが、はい、もう多分いいカメラで撮るともう多分いっぱい、あ、恥ずかしいってなると思います。いろいろあるんだね、やっぱそこ、ね、はい、はいはい、わかりました。はい、じゃあ続いてのちょっと1日目ランチをお願いします。はい、これはなんか冷麺かな、はい、はい、インスタントで売ってる冷麺のセットみたいな、盛、うん、岡冷麺のキットみたいなやつ、スープと麺がついてるやつ、カニカマ。これ韓国冷麺みたいな感じ？そうですね、はい。結構辛めのやつですね。普通のスープとしょっぱいだけの、これだけだと辛さゼロだよっていうスープと、その、うんうんうん、あと唐辛子、これ全部入れたらめちゃくちゃ辛いよっていう気になってて、なってるんだ、はい、で辛いやつはその自分で調節してねみたいなやつです。うんうんうん、なるほど、うん、さっき野菜ないよって言ったけど、ここにはありましたね、ちょっとよく、はい、ここにはちょっとあるちょっとだけあります。で、夕食をじゃあちょっと見せてもらって、はい、あー、たこ焼きだ、はい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 、一瞬写真見るとなんかつながってんのかなって思うけど、これ一個一個焼いてるんだよね。一個一個焼いてます。視聴者の方は分かんないと思って、しょうこちゃんのたこ焼きといえばこちらですよね。このもうボード、これたこ焼きじゃねえじゃねえかよっていうさ、しょうこちゃんのたこ焼きといえばこれだったのが今回ちょっと丸いもんね。はい、ちゃんとたこ焼きですね。たこ焼き食べたいけど、一人暮らしだから、うん、そんないちいち一人でたこ焼き作るのはなんかちょっとめんどくさいと思う。めんどくさいし、でも私はたこ焼きが食べたいんだってなった時に、手っ取り早くその大きめのたこ焼きが作れるっていうのが、その卵焼き器で作ったたこ焼き、たどり着いちゃった、はい、たどり着いちゃったってやつなんですけど、引っ越しで卵焼き器が、使ってた卵焼き器が、そのガス火専用の卵焼き器だったんですよ。で、引っ越した後に、その今 IH なんですけど、IH 用の卵焼き器をまだその入手してなくて、仕方ないからたこ焼き器を出してきて、一人でたこ焼きを焼いてました。この日は結構量はあるけど、あれ何個ぐらい食べるの？1回で焼くのはもう 4,50 個ぐらい焼いといて、冷蔵庫とか冷凍庫とかに入れて、はい、チンできるようにしてますね。ストックするために1回で作る量は結構多め。多いんだ。はい、1個多め。俺、冷凍する人がいるんだっていう事実にはちょっと衝撃受けてるんだけど、うちでは当たり前でした。あ、本当。はい。でも冷凍で売ってるもんね。うん。あ、コンビニとかで。
やらないですけど、よく考えたら売ってるから。コンビニでは、ね、売ってるから、うん、ああ売ってるからそんなおかしくないよって。でもあのしょうこちゃん一人でお家でね、うん、あの 50個も60個もこうやってるのをちょっと想像するとちょっと寂しい感が若干あります、うん、慣れたらどうってことないんですけどシュールですよ ね、 そうね。ちょっとやっぱなんか大勢で食べたいんだなと思いますね、たこ焼きはね。そうですよね、うん、そうそうそう、うん、はい、わかりました。はい、では続いてですね、2日目の朝、こちら見てみて、はい、はい、バジル入ったソーセージ美味しいですよね。はい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 。でパン水のしか売ってなくて、この日本当は5枚切りとかがいいんですけど、10枚切りがしか売ってなかったから、うん、10枚だったら2枚食べれば5枚切りの量だなと思って、まあじゃあ挟むか。あ、まあまあそうね、はい、その通り。一つ買うとそのそれ食べきるまでずっとある、まあ、当たり前ですけど、うん、あの一人暮らしだとなかなか減らないんで、確かと同じになっちゃいますね。だからあゆみさん の、 あのご飯見て、あ、全然その違っていいなと思ってて。なるほど、うん、分かりました。じゃあちょっとランチを見てみましょうか。はい、はい、コンビニ飯って感じですね、はい、本当にこれはコンビニですね。なんかこのスミレ、セブンイレブン限定の、あのこれカップ麺ですかね、スミレって。これね、ワンタンスープみたいなやつなんですけど。あ、ワンタンスープなんだ、これカップラーメンじゃないんだ、はい、そうなんですよ。炭水化物をダブルで来たのかと思ったんで、そうじゃないんだ違います。スープなんだ、はい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 、味噌汁みたいな感じで、あの結構おにぎりに合うんですよ。はい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 。スミレって確か北海道のお店でしたかね、元は。はい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 。なんで味噌ラーメン有名なお店のスープと、うん、あとワンタンみたいな。はいはいはい、はい、ツナマヨですね。この辺もちょっと魚をね、はい、一応取っとく。そうですね、魚ですね。はい、はい、意外とあるっていう。はい、わかりました。夜来ましたね。夜はそう、あの私1日1回サバ食べましょうみたいな、はい、やってるって言ってたね。で、まあ、この日ちょっとサバじゃなくてアジになっちゃったんですけど、うんうんうん、まあ、青魚だからいいかなと思って、うん、なるほどなるほど、はい、でこれは、はい、あのアジミのアジの刺身パックを買ってきて、うん、でこれですね、うん、刺身パック買ってきて、うん、たたきを買ってきて、はいはい、薬味、そのネギとか生姜とかみょうがとか、うんうんうん、そのそう、しそですね。なんかこういうのを細かく刻んで入れて、で、あと、なんか、なんかもらっいただき物のだしパックがあったんですけど、これを、あの袋に入ってるんですよ。で、この袋で煮出して、だし作ってねっていうやつなんですけど、このだしパック破いて、そのまま入れて、混ぜて。ああ、そう。はい。だしで。粉末とかになって。粉末になってるやつですね。だし入れるとお醤油とかその塩系の味をあの少なくできるんですよ。なるほど。減塩に配慮がされてる、はい、なりますね。そして餃子と、うんうん、はい、これはあの余ってた味の素の餃子です、はい、冷凍の。じゃあ3日目のランチを見てみましょうか、はいはい、これが、うん、サバです。えー、この日のサバはカレーで、うん、あのかなこさんが、うんうん、あのサバの水煮缶ってどうすればいいか分かんないみたいなことを前言ってたと思うんですけど、うんうんうん、一緒にあの番組収録した時に、うんうん、でなんかそれ思い出して、でカレーとかにサバの水煮缶入れると食べやすいんじゃないかなと思って。え、これは何、レトルトのカレーかなんかに混ぜたみたいなことなのか。チンで作ったんですけど、あの玉ねぎのみじん切りと、あとそのサバの水煮缶とで、そのカレールー、うんうん、自分で作ってそこにサバも入れて、はい、そこにサバも入れて、あのチンして混ぜればあの出来上がりみたいな感じです。やっぱ味が良くなる感じなの。サバの味はしっかりしてて、うんうんうん、はい、で肉は使ってないけど、あの魚の味しっかりしてるから、そんななんか物足りなさとかないですね。そうなんだ、うん、インド料理でもうサバのカレーってありますもんね。あ、
そうなんですか。うん。なんか、ね、一回ちょっと試してみたい感は。うん、ぜひ、これは簡単だし、あの、水煮缶に困の消費に困ってるならぜひ、うんうん。なるほど。はい、おすすめの食べ方。水煮缶がいいんだ。そして3日目、ディナー。はい。あの、申し訳程度の野菜。ああ、きゅうりってほぼ栄養ないからね。浅漬けです。これ浅漬けなんだ。もう浅漬けの元で、きゅうり切って入れただけのやつ。で、手前がグラタンみたいな感じ、はい。そう、これは、これもインスタントの、なんか、グラタンセットみたいな、マカロニと、これを水に、この粉を水に溶かすとホワイトソースできますよみたいな、セットになってるキットみたいなやつ。あ、そういうのがあるんだ。これホタテ入ってるんですよ。うんうん、入ってないんですけど、はい、ベビーホタテが、まあ、ちょっと前旬で、うん、ベビーホタテはそのと水揚げして取ります。で、うん、その状態で一回その火スチームって言って、その今茹でるっていうか、まあ、蒸す感じで火を通します。で、そうした状態を凍らせて、1年間いつでも食べれるようにっていうのが、まあ、流れであるんですけど、そのスチームしました、で火を通しました、でそのまま冷蔵しましたっていう状態の、そのチルドホタテが一回も冷凍かけてないからすごく美味しいんですよ。はい、でそれを旬商材として食べるのが美味しいよねって言って、魚食仲間で今スーパー出てきたぞみたいな感じで、そのワイワイちょっとしてた時があったんですよ。はい、情報が入ってくるのね。そう、今年もやってきたねって。うん、はい、チルドのホタテが旬だから食べようよって。はい、仲間内で情報が入ってくるから。そうなんですよ、仲間がいて。そうで、それで買ってきたはいいけど、買いすぎて私、そのなんか毎日食べたりとかしてて、で今日は2店舗で買ってきて、なんか食べ比べしようとかやってて、そう、食べ過ぎたからちょっと痛風なるかなと思って、これそのグラタン作ってる時に、まあいいや入れようと思って、はい、で小分けして今冷凍してた、そうグラタンです。だからこれ自体は全然そのチルドじゃないし、そうね、本当はチルドで美味しいんだけど買いすぎちゃったからね。そうで、冷凍されてしまったやつなんで、十分食べたから、私は味わったから、食べたからね。まあ、はい、あとはね、便利性をね、はい、捨てられないから、まあ、捨てられないからね、そりゃそうだね。グラタンに入れようって言って残ってた。はい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 。そんな中で翔子ちゃんのなんか特にね、これだけは伝えておきたいスーパー情報はありますか？結構その激安で有名なんですけど、オーケーストアっていうスーパーがあるんですよ。で、関東圏にしかないのかな、うん、はい、そのオーケーストアの、スーパーは私的に面白くて、うんうんうん、何が面白いんですか？お、気になる。私鮭好きなんですけど、鮭が遡上する川の中で一番長い川って言われてる、カナダのユーコン川っていう川があるんですけど、ほう、はい、で、うん、そのユーコン川に遡上する鮭は、うん、すっごく体が出来上がってるんですよ。っていうのも日本の日本で遡上する川のもう何十倍何百倍ぐらいの長さなんで、日本人鮭の体の出来具合じゃったら、どう違うんだ。そう、過酷な環境で育った鮭なんだ。はい。だからもうそのユーコン川で長年遡上してきた人たちは、もう祖先がみんなもうムキムキマッチョな人たち、うん、で体も仕上がってる人たちが、仕上がる人じゃないですね、魚たちが登ってきてるから、だからそのユーコン川の鮭って全然体つき違うんですよ。DNA がもう違うんだ。そう、すげえ。日本人のマッチョじゃなくて、その外国人のマッチョってことですよ。うんうんうん、いわゆる。それがオーケーストアで売ってるの。そう、わざわざそのユーコン川の鮭だよっていうのを、わざわざそのオーケーストアでは、売ってたんですよ。で、ユーコンの鮭ってね、言われても分かんない。うん、こういう説明がないと分かんないけど、ようやくだって初めて聞いたもん、うん、そういう世界があるんだっていうのは。そう、私はだから知ってたから、
うん、こんな鮭が売ってると思って、うん、飛びついたんですけど、うん、その人はあんま気づかないだろうなって、はい、なるほど、はい、いや面白い話だな。さあということでね、はい、しょうこちゃんのね給食見ましたが、なんかあゆみさん引っかかること気になったことありますか？あのアジのやつ、アジのやつ、ナメロのやつ、はい、あれは絶対美味しいね。お出汁のパックの、うん、あの中身を入れるっていうのがまたおお、うんうんうん、絶対美味しいはずと思った。やれた、エビさんに嬉しい。そうなんだ、はい、まあちょっとね、また今度違う3日の料理もね見たいと思いますので、またやりたいと思います。はい、しょうこちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。